Huh? Huh?ところでコニー、お前の村はどうだった？壊滅した。巨人に踏み潰された後だった。そうか、そりゃ。でもみんなうまく逃げたみたいで、それだけは良かったんだけど、ただずっと気になってるのが俺の家にいた巨人だ。自力じゃ動けねえ体で、なぜか俺の家で寝てやがった。そいつなんだか母ちゃんに似てんだ。ありゃ一体。コニー、まだ言ってんのかお前は。お前の母ちゃん巨人だったのかよコニー。じゃあなんでお前はチビなんだよ。おい、もううるせえな。バカらしくなってきた。その説が正しければお前の父ちゃんも巨人なんじゃねえのか。じゃねえとほらできねえだろ。うるせえクソ女、もう寝ろ。とユミルはコニーを元気づけたいだけなんだよ。ああやって無理にでも笑ってないと気がめいっちゃうし。さて、おしゃべりはこのくらいにして、君たちはもう休んでくれ。ない？屋上に来てくれ。全員すぐにだ。月明かりが出てきて気がついたら。なんでだよ、なんでまだ動いてんだ。日没からかなり時間が経ってるのに。どうなっているの。おい、あれを見ろ。敵、巨人っていうか、ありゃ獣じゃねえかな。あ、あいつ壁の方に。おい待て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 待ってくれ。ふざけんじゃねえぞ。新兵は下がっているんだよ。けど君には戦ってもらおう。ここからは立体起動装置の出番だ。いった！まずは塔の周りの巨人から片付けようか。すまないが頼んだよ。ふざけやがって、やるしかねえってのか。塔には無防備な神兵たちがいる。あそこだけは絶対に守りきらなければ。倒しました。救援要請を確認。私が向かいます。いや、おっと、いや、おっと、討伐完了しました。やるぞ。いや、よし。倒しました。おっと、いや、せっよし。討伐する。討伐完了しました。よし、これで塔の周りの巨人は大体片付いたね。さすが調査兵だ。他の兵士とは訳が違うってことか。後ろからまた巨人の群れが近づいてきています。くそ、休む暇もねえってのか。倒しました。倒してやる。よし。まずいな、これじゃキリがない。捕まるかよ、この薄なのが。ゲルガ、今のは危なかったろ。あれが俺のやり方だ。今のちゃんと討伐補佐に数えとけよ。たくましいね、覚えとくよ。ありがとう、おかげでなんとかなったよ。ここからは私も手を貸そう。おっと、倒してやる。救援要請を確認。私が向かいます。いや、と、行くぞ。おっと、討伐完了しました。倒しました。討伐する。いや、よし。おっと、倒してやる。倒しました。討伐する。討伐完了しました。行くぞ。いや、成功だ。倒してやる。おっと、次は任せなさい。もっと切ってあげるよ。おっと、すごい活躍ね。討伐する。よし。いや、おっ、行くぞ。いや、倒しました。おっ。巨人、邪魔しやがって。このままでは塔の防衛に向かえないぞ。倒してやる。これででかいのはあらかたやったぞ。この塔のおかげだね。こんな好条件で戦えることなんてめったにないよ。いや、なんとかしのげそうだな。あれはなんだ。壁の方角から投石だと。このまま全員で固まっていては危険だね。一旦散開し、各自塔の防衛に当たるんだ。君は塔の周辺に迎撃用の拠点を設営してくれ。任せたよ。行くぞ。討伐完了者。その投石、壁の方に歩いていた。この獣の巨人の仕業か。すまないな。これで塔の守りに専念できる。倒してやる。おっと。いや。狙い通り。成功だ。討伐する。そこに拠点を。ここに拠点を作ります。拠点を頼みます。行くぞ。討伐完了しました。巨人多数接近。くそ、なんて勝った。倒してやる。倒しました。拠点を頼みます。おっと、ここに拠点を作ります。行くぞ。いや、討伐完了しました。やるぞ。これで周りの巨人はなんとかなりそうだね。あとは投石をどうにかしないと。あの獣みたいな巨人がこっちに向かってくるぞ。まずいんじゃねえのか。いや、この木を逃す手はね。あいつさえやっちまえば投石は止まる。うわっ、いや、刃もガスも限界だ。お前もその生倉が最後なんだろう。でも最後まで諦めるわけにはいかないさ。おっと。よろしく頼む。 ゲルガーさん、分かった。ナノマさん、お願いします。了解だ。成功だ。いや、おっと、た。俺たちだけで何体やったんだろうな。さあ、数える余裕なんかないからね。いや、セーフ。 獣の巨人が引いてくぞ。な、やったのか。いや、巨人はまだうようよしてるぜ。 もう塔が持たねえな。俺にしちゃよくやった方だと思ってる。すまねえ、お前らもう力入んねえ。 おい、まだ生きてんのか。よかった、無事で。ああ、先輩たちがやられた。よせクリスタ、もう塔が崩れそうなんだ。落ちちまうぞ。でも私たちの身代わりにナナバさんが、ゲルガーさんが。 勘弁しろよ。クリスタは死なせねえ。 なあ、このままここで塔が崩されてただ食われるのを待つしかねえのか。もう何かやることはねえのかよ。くそくそ、こんな任務も中途半端なまんま全滅なんて。私も戦いたい。 何か武器があればいいのに。そしたら一緒に戦って死ねるのに。クリスタ、お前まだそんなこと言ってんのかよ。彼らの死を利用するな。あの上官たちはお前の自殺の口実になるために死んだんじゃねえよ。お前はいつもどうやって死んだら褒めてもらえるかばっかり考えてただろ。違う、私はクリスタ、こんな話もう忘れたかもしんねえけど、多分これが最後になるから思い出してくれ。雪山の訓練の時にした約束を。ああ、あの時か。エレンたちと捜索に行こうとしたんだけど、みんな無事に戻ってきたんだったっけ。雪山での訓練中に倒れたダズを私が親切にも崖から下ろして基地に届けてやった時の話だ。あの時お前は私に聞いたよな。私はそれにこう答えた。教えてやってもいいが、その時はお前も元の名前を名乗って生きろと。ユミル、一体何をするつもりなの？コニー、ナイフを貸してくれ。ほらよ、何に使うんだよそれ。ありがとよ。まあそりゃ戦うんだよこれで。ユミル、何するつもりだ？さあな、自分でもよくわからん。クリスタ、これはただの私の願望なんだがな。お前胸張って生きろよ。嘘だろ。おい、倒してやる。やるぞ。嘘だろ。ユミルまで巨人に。おい、あいつユミルを援護しに行く気か。よし、クリスタ、お前は知ってたのか。ユミルが巨人だったって。知らなかった。いつも近くにいたのにこんな。倒しました。ユミルは何か巨人の力を知ってた風だぞ。実はどっちなんだ。どっちってユミルが人類の敵かもしれないっていうの。こんな力持ってんだもんな。何考えてんのか分かったもんじゃねえよ。ユミル。よし、やるぞ。私は大勢の人の幸せのために死んであげた。でもその時に心から誓ったことがある。もし生まれ変わることができたなら、自分のためだけに生きたいと。討伐する。いや。身の力を自分一人で逃げるために使うこともできたはずなのに今そうしないのは私たちを命がけで守ろうとしてるから。このままだとまずいぞ。ユミルのやつやられちまうんじゃねえか。死ぬなユミル、こんなところで死ぬな。こんな塔を守って死ぬぐらいならもうこんなもんぶっ壊せ。本当に壊しやがった。いいぞユミル。私たちに任せて。行くぞ。後続は散開して周囲を警戒。他の兵員は巨人の討伐と104機の救助に向かえ。討伐する。おっと、いや104機のほとんどは装備がない。彼らの安全確保を急ぐんだ。この厳しい状況で君は本当によく持ちこたえてくれたよ。当たった30分隊長、お願いします。分かったよ。あっちに強い巨人がいるのかな。そこに拠点を。おっと、倒してやる。トニー、今助けるぞ。へえ、やるじゃねえか。倒しました。行くぞ。おっ。おっと、ライナー、ここは僕に任せてくれ。うまくいったぞライナー、今のうちに逃げるんだ。助かったぜアルミ、ありがとな。倒してやる。行くぞ。よし、これで大丈夫だな。今のうちに撤退するんだ。ありがとなエレン、恩に着るぜ。やるぞエレン君、よろしく頼む。多方面より敵動へ接近中、こちらに迫っています。討伐する。いや、倒しました。おっ、行くぞ。あっちに強い巨人がいるのかな。お前反応する。おっと。よし、今助けてやるぞ。いや、よし、俺もやってやる。ちょっと、あんたは攻撃しなくていいから。任せたぞ。了解。クリスタ、今助ける。倒してやる。どこからこんな数の巨人が現れたって言うんだ。考えるのは後だよアルミ。今は目の前の巨人を倒すことに集中しろ。行くぞ。さあ早く行ってクリスタ、あとは私が何とかする。ミカサ、ありがとう、助かったよ。狙い通り。おい、襲撃に備えろ。敵の増援が向かってきているぞ。おっかやるぞ。早くみんなを助け出さなくては。ミカサ、君の力頼りにしているからね。さあ早く行くんだ。これでもう大丈夫だろう。分かりました。もうダメかと。いやよし。新たな巨人の群れがウトガルド城跡に接近しています。おっと、倒しました。おっか、また別の巨人の群れが接近中です。やっ、おっと、大場で対応しました。いや、ここが踏ん張りどころだ。人類の底力を見せてやれ。行くぞエレン、あなたは無理しなくていい。私があなたの分まで戦う。いちいち心配しすぎだミカサ、俺だって戦える。よし、やってやるぞ。調査兵団の力思い知ってもらう。作ります。なるぞ。倒しました。行くぞ。やっ、おっと、攻撃完了しました。拠点を頼みます。おっ、いや、そこに拠点を。おっと。私も続こう。 周辺の巨人、討伐完了しました。よし、窮地は脱したね。クリスタ、ここで何が起きたのか教えてくれるかい？まさか、ユミルが。 Ymir. Watashi no namae Historiaっていうの。